どうも、アキです。サクセスやっていきます。今回もフリート高校やっていきましょう。今回はかなりガチな編成でございます。というわけでデッキこんな感じです。はい、今回はですね、この守備106デッキを使っていきたいなと思います。この佐伯、そしてアカソニア、さらには、マリナと、この3人のキャラクターを入れまして、守備の上限アップを106まで持っていきます。守備は106にも結構高い査定があるので、まあ、それを狙いつつ、かつ他の上限に関しても3つ、上げてあげまして、サクセスを行っていくというデッキですね。上限アップ5つも僕のデッキではできるんですが、どうしても前4になってしまうので、であれば逆に守備をまあ106まで上げてあげて、査定もそこで稼いでですね、やっていく方が伸びるんじゃないかということで、こんな感じのデッキを組んでみました。まあ、後4ならいいんですけど、ちょっと前4は特に彼女もいるということで、まあ、なかなかね、告白の面とか見ても厳しいということで、このようなデッキを考えてみたというところで、ちょっとこれでやってみたいなと思います。行きましょう。でですね、ちょっとこのデッキ練習していて、ですね、どちらかというと技術を稼ぐ意識を持った方がうまくいくなというふうに思っています。金徳、その上ですね、新アーティストを獲得するんですが、それでもなおちょっと技術を結構意識した方がいいということで、まあ北摂もかなり美味しい高校だと僕は思っているんですが、今回はこの春英高校に行って技術を稼ぎたいなと思います。まあ、僕本当に一番好きなのはね、でもこれ売り値的にはちょっと美味しくはないけど、まあいいか。はい、春英が美味しいので春英に行きます。一番僕、北摂高校が野手を作る場合は特に野手キャラクターが3人という点におきまして強いなと思っているんですが、ただしかし、このデッキ的には技術ポイント、精神ポイントを稼ぐ方が、うまく経験点バランスが整うというところですね。昨日一応1万5000点は出せたので、まあ、結構いい感じになってくるんじゃないかななんて思っております。あとは経験点バランスというところですね。さあ頑張ってやっていきましょう。いきましょう。いや、サクセスが本当に最近楽しすぎて、ずっとサクセスをやっております。いや、めっちゃ楽しいっす。はい、あとはもう本当に個人的には経験点バランスを整えるのみというところまで来てるので、なんとかね頑張っていきたいですね。はい、これはまあ、こっちも美味しいですけど、合同練習2人いるのでこちらでいきたいなと思います。はい、いきます。パワコーは筋力が入りやすいというところでしょうか。まあでもいいです、全然。はい、ということで、アカソニアね、手に入れまして PSR プラス3まで進めることができましたので、早速使っていきましょうと。はい、こちらはまあ守備の上限アップおよび、まあ多いですね。はい、今一度確認しておきますと、守備上限アップ、そして覚醒ボーナスで得意練習率アップ、やる気効果アップも上がっていますよと。まあ、なんといっても、今回はアーティストを重ねるというねところで一番使っているというところです。いい練習続いていると思います。いきましょう。前回からいろいろとコメントたくさんいただいておりまして、まあその中で一つあるのがですね、まあもうちょっと金を捨ててもいいんじゃないかと。まあというのも、出向回数に関しては一番いけているところなので、そこをですねコメントいただいて、かなり僕も意識してやっています。でここも正直美味しいなと今思います。3種類集めるっていうのも結構美味しいので、収益が消えないのであれば、このまま行ってもいいかなと思います。いきましょう。これいきます。小田切のあれも美味しいし、これ3種類集められるのかなりいいと思うので、結構なので出向を最近は遅らせるような、立ち回りをしていることが多いですね。はい、さあこれでまあ一応120いけるなら行ってもいいんですが、そうでもないので行きましょう。で今回お守り持ってきていないので、彼女というところが怖いです。僕レベル37の彼女なので、まあ、初期評価もそんな高くないですし、まあ、そこが一つ懸念点、結構告白間に合わないことがあるなというところを感じているので、しっかりとそこはやっていこうというところですね。お、コツ潰してなかった。うわ、トールヤス来ちゃった。ちょっとまだただ全部潰せなかったので仕方ないかな。さあ、ということで行きましょう。おー、ナイス練習、素晴らしい。こういう練習ですね。こういう練習をどんどんやっていきたいと。これはちょっと告白間に合わなくても進めていくべき、そのような立ち回りになってますね。まあ、特にクリスマスが弱いのと、デートに関しては7月に4回やればいいので、まあ、正直他の高校を他の彼女に比べて、クリスマスというね、こう重要度はそんなに高くないのかなと思います。まあ、あとはですね、今のこのモテモテ、このデッキにおきましては、雅のモテモテを狙えるので、まあ、そこでうまくこう、立ち回っていければいいのかなというところであります。はい。パワヒはもう取ってもいいんですが、どうしようかな。ただ、今回は結構、そうですね、難しいな。
技術をなるべく稼がないでおこうなんていう考えもあるので、そういったところで言うと置いておいてもいいですし、まあちょっとこの辺の重いものはまだいきなりどんどん取っていくべきではないかなと思っています。まあかなり経験点バランスがいろいろ変わってくるなというふうには感じているので、はい、これはオーバーしちゃいますけど、さすがに彼女評価がやばいのでいきます。まあとはいえでもクリスマス間に合わなくていいとはいえ、なんか完全に捨ててしまう方がいいのかななんて思った時もあったんですけど、それはそれで違うなっていうのも正直あるしね。はい、ということでこれスカウト評価、まあパワー G で終わらせるってことは絶対ないので、まあそれなりに上げても大丈夫でしょうということで、またまあ筋力も入ってくるし、とりあえずこの辺まで上げちゃう。まあ50はさすがにいくら盆栽とエイドもいかないとまずいと思うので、はい。で最近はあれですね、僕は結構、名前が出てこない、こちらパワースナックかな、を使うことが多いですと。はい、おー素晴らしい。おー技術、そうこうやって技術が稼げると非常にいい感じになるよというふうに思っています。 OK、 いや春芸はめちゃめちゃいいです。本当に技術めっちゃ稼ぎやすい。まああとは、いろいろデッキとのね相性というのももちろんあるので、一概には言えないんですが、まあこのデッキの場合だと特にというところですね。はい、デッキこんな感じと、赤はないですよと。あ、ただ青は一人だけか。はい、で次ちゃんと行くところも考えつつね行きましょうと。しらす、黒金も悪くはない、敏捷稼げるし、次のこと考えると、まあ北節は良かったんですけどね。ブレインマッスル、あブレインマッスルでもいいかな。まあ春芸をここから何度も踏んでいきたいんですが、今は技術をたくさん稼いだので、まあやっぱ僕の中で北節の美味しさを感じるというのもありまして、はい、ちょっと練習を見てから決めますね。あ、ここは合同練習2回進む。今後春芸はかなり行きたいというのと、3種類集まるし、ここかなりいい練習だと思います。行きましょう。うん、これは素晴らしい。あと、おお2523点セク1、素晴らしいです。はい、まあ美味しいですけどね、これも美味しいけどね。強制出航になるのはどこになるんだということで、あブレインマッスル強制出航になるんだったらこれ全然行くのもありっす。まあもう一回精査、よく考えないといけないですけど、はい、うん、でも実際そこまで美味しいのかと言われるとそうじゃない気もするな。でもまあここ行ってもいいかな。これはここ行きます。これ美味しいと思います。特にさっき言っていた出航のことはちょっと一度頭から話して考えていってもいいというね、最近の流れで言うと、まあこういうところも悪くないのかななんて思ったり思わなかったり最近はしているという感じでしょうか。はい、ということで、もうこれただ技術、あーまだ早いですかね、いろいろ考えるのは。かなり稼げたなとは思っています。はい、がまださすがにこれでもういいとかそういう感じではないかなと思いますね。まああとはただ今回総力を勝った守備をね上限アップするということで、しっかりと今後まだ上げていかないといけないのが敏捷ポイントですね。そこは、意識していきたいと思います。もうちょい技術使っとかないと危ないかもしれないですね。たまにヤバく入ってくる時あるのでちょっとパッと計算できないので、不安もあるので早速これくらい使っておいてもいいかなと思います。いきましょう。ということで、まあ、ブレインマッスルで敏捷を稼ぎつつの、まあ、売り値はあんまり美味しくないけれども、まあ、これはいいでしょう。からの次、北節高校行きたいなと思います。さあ、盆栽で PG とかはさすがに無理なのかな。ただ、僕自身まだまだスタメンをね、1年ぶりに復帰したということで、上げていかないといけないので、はい。どんどんやっていきましょう。素晴らしい。彼女も OK、来てる。もうあとは運任せですね、そこは。素晴らしい。欲しいといったポイントがどんどん入ってきます。ナイスです。降格が欲しいです、あとは。最近ね、やっぱり練習した分、ちょっとサクセスが分かってきたかなと思ってます。まあ、まだまだね、すごい下手くそな方だとは思うんですが、まあでも、それでも、こう、なんとか自分なりにいい感じにね、サクセスを運べているかなと思います。いいやつ。まあ、センスはこの間来ましたけど、あれは、基本的には奇跡だと思っているので、はい。まあ、あんまり狙わないですね、そこは。で、これはまあ合同練習は進みますけど、まあ違う種類のやつとかの方が美味しかったりもするなぁなんて思いつつ、まあそこも美味しいですし、まあラブパ狙い行きましょうかね。入ってくる経験点的にも、はい、美味しいですし、
ラブパ狙い。ラブパもやっぱ美味しいですね。体力減らなくなりますし、まあ、回復にもつながるというところで、うん、ここ合同練習美味しいです。ここオーバーするのであまり美味しくないです。ここ違うポイントですと、いいですと、 OK です。降格はもう一回もらってもいいかなと思います。さあということでいい感じかなと思うんですが、敏将がさあどうでしょうというところで、まあこれ守備はもうとりあえず確定です。はい、まあこれ守備106に絶対しないといけないデッキなので、もう早速してやってもいいぜよというぐらいなんですが、まあちょっと誇張祭のこともありますので、はい、ちょっと気は抑えつつねやっていければいいなと思いますと。ただね、補給上限アップするわけではないので、精神ポイントねちょっと来すぎてもなと思ってるので、まあそういったところで先ほど芸術的流し打ちじゃなくて、まあ切磋琢磨とかそういう風な考え方で、デッキ金徳ですね選んでいますと。告白間に合えよ。お、よし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 。いや、いい、これはいいサクセスになりそうですね。まあまだまだ始まったばっかりですけど、ここまでの流れはこれ以上ない。あれ、ホーム突入。あ、でもこれは筋力ポイント的にはまあ来てもいいけど、こっち1なら抑えてなかったべーと。ね、オーバーするんだったらそんなに美味しくないですね。まあこれは金集めつつ体力回復っていうところで言うと、メンタル練習行ってもいいかなと思います。合同練習も進むので、まあ合同練習進まなければやめたかもしれないですが、さあということで、うん、まあそこ行ってもいいですし、これはもうあとは出航先次第というところでしょう。この後はまあ北雪に行きたいというお話してたんですが、ただ春影がもう一回来たので、まあ技術そしたら来すぎかなというところもありますけど、でもまあ特能がたくさんあるので、だったらこれはもう太平楽行っちゃいます。はい、ちょっと売り値が全然さっきからハマってないんですけど、まあそこはメインに考えるところではないかなと。めちゃめちゃ悩んだ時に最後売り値で考えようかなと僕は言う感じなんですが、皆さんどうですか。はい、で、あとはいろんなこと考える中で何を考えてるかな最近は。まあ技術精神はいくら来ても美味しいなっていうのは本当考えてますね。うわ、さ、こういうのやばいよね。こういういい流れの時ってこういうのが来るんすよ。これはもう僕は直したいと思います。もうこればっかりは仕方ないですね。一発で直れ。もうでもこれはしゃあないよね。もう完璧な流れの時に限ってこういうの来るんすよ。よし、まあ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 、もうこれは仕方ないです。切り替えていきましょう。今まで良かった分と思いましょう。まあこれ以上悪いことってサクセスの中でないと思うので、はい、まあそういった意味では、今のはね、切り替えていくべき点なのかなというふうに思います。いきましょう。ここは体力回復が欲しい場面ではないので、今回カジ君をただ入れてないんだな。じゃあ、起きのか。あ、違う、ごめんなさい。違うところを見てました。そう。カジ君だけ結局ね、デッキに新キャラとして入ってませんと。ただ、カジ君僕弱いとは思わないですけどね。普通にいいキャラだと思うんですけど、まあ、条件解放も僕は進んでないですし、はい。ということで、上か下なんですけど、これ、総力ブースト、固め打ち。まあ、固め打ち潰しに行くか、起きので。これただちょっとコツが多すぎて何が来てて何が来てないのかっていうところは把握しかねない、しかねるところがたまにあるので、はい、そこはね気をつけていきたいなと思っています。なるべく覚えつつ、まあ、集中してねやっていきたいなとは思っているんですが、なかなかコツが多いなというのがね実際の感想ですね。まあ、パワー C は最低。あ、でもねダメです。これ肩も上げないといけないので、あまりやっぱり急ぎすぎるの良くないなっていう風にも思います。ただこれさすがにちょっと出航回数のことを無視しすぎな気も現状しているので、臨床だな。こっち監督評価低すぎた。でこれももちろんもっと豪快にいけ。でこれこのデッキ、そのアーティストが来た瞬間に絶対取っとかないといけないので、今両方もうイベントが走っているということで、アーチスを先に取ってると虹が来るということで、そこをね、筋力ポイントを常に置いとかないといけないですよっていうのは、ちゃんと考えておきましょうと。たまに両方めっちゃ瞬速で走って、
取れないっていう時はごく稀にあるので、それは気をつけたい。でこれは合同練習進まないですし、なんですが、さすがに筋力経験点がやばすぎる。これでもう筋力は十分かなと。逆にここでこんなに筋力稼ぐと、またこれ技術が足んなくなるので、まあやはり俊英だなというところですね。はい。おー、これはね、非常にいい流れです。もうサボり癖2週間というのはありましたけど、あそこ練習がさほど美味しくもなかったんですし、はい。まあ切り替えていってもいいのかなというところですね。これ前後だったらこの1週間で走っちゃう時あるので、それだけは怖いです。で、なるべくこのソニアから走ってほしいですよね。パワーヒのコツももらえるので、ソニアが先に走ると嬉しいかなと思います。これ3種類でもいいな。渋いな。でもここだとさすがに合同練習金まであるので、これこっちでいきます。ちょっと筋力きすぎっすね。これいくら新アーチスを取るとはいえども、これは筋力過剰に来ていると思うので、しっかり技術を今後稼いでいきましょうというふうに思います。さあ、ということで、まあそんなに美味しくない。合同練習がちょっと進むぐらい。まあとはいえども合同練習めちゃめちゃ美味しいんですけど、春英、もうここ行っといてもいいですし、ただまあバレンタイン前なので練習行ってもいいんですけど、まあやる気が落ちている分、今回復もできるなと、まあ合同練習も進むなというところあるんですが、これがオーバーじゃなくて青色とかが入るなら行ったかなみたいなところでしょうか。はい、もうこれはじゃあ行きます。さほど練習が美味しくないという点で行きます。あと怪我率 14%、 まあもちろんパワージュース、パワースナック、どっちだちょっとわかんないんですけど、来てますが、そこもまだ使えてないので、使える場面は使っていこうということで、これね、めちゃめちゃ流れいいです、本当に。あとは経験点バランス。やっぱ最初あれだけ技術稼げたと思っていても、そううまく回っていかないっていうのがね、ありますね。はい。ということで、4番丸はもうここで抑えちゃいますし、パワーも C にしちゃいますし、上限も狙っていきますし、という感じでいきましょう。技術っすね、こっからの問題は。まあ行くけど、絶対行くけど、ポイント的にはそれじゃない。まあでもほんと俊英はかなり、デッキ入るなという印象ではあるので、いいですね。もうこれ俊英こんだけ踏んで技術足んなかったら、もうその運だなと思います。さあ、ということで、これで新アーティスト、これは二次得と呼んだらいいんですかね。はい、こちらを獲得したいなと思いますと。あ、まだ今無理する必要はないので、しっかりコツ潰しからいきましょう。打開も取っちゃいます。ちょっと敏捷が足りるかなという不安も若干覚えつつではありますが、いや美味しいよ、美味しいけどね、筋力きすぎだなこれいくと。でもまあスカウト評価も上がるなと。じゃあもうこれで怪我しにくさ抑えちゃおうかな。よし、んで行こう。でスカウト評価も上げよう。ちょっと伸びしろを作りました今。ただな、種類的にはこっちの方が美味しいな。種類的にはこっちが美味しいな。まあいいや、ちょっとここいい感じなので、積載率 120% も狙いたいですね。ちょっと僕は思っている金徳の種類じゃないというところはあるな、今。ここ技術。まあでも、どうなんでしょう。守備は今も上限アップしたので、そういった意味では、来てるのは来てますけど。はい。さあ、こんな経験点と、この量と、カラスマとの、合同練習を考えると、まあマリナのラブパまで考えて、こっちを行きます。まあ、合同練習進めるということが本当にまず美味しいことなので、そこは考えてもいいかなと。よし、これはね、さすがに強制出航じゃない。これはあれですね。はい。OK。この先はそんな美味しくない。あー、まだブレインマッスル、いけんのかーっていうのあるな。まあ、いっか、北雪、あ、もしくはパワーコー。もう北雪してよ。あ、もしくは太平楽っていうのもあるし。パワコはね、筋力だからな、基本は。入るポイントとしては。だからこれは、まず美味しいので、これはいきます。はい。積載率 120% のこともちょっと考えつつ、立ち回ります、こっからは。これを捨てるっていう選択肢はないな、とりあえず。
そううまくいかないな。これ2個集めたところで、あーダメだな。くっそ、115% だよ。まあただ経験点的には美味しくなってくるけどな。そしたらボーナスもついて、それ狙いでいってもいいな。その美味しさ狙い。次ダンジョンが消える。ダンジョンは今聞いてもいいでしょうと。黒金太平楽といって敏将を鬼稼ぐ。で、まあこの太平楽は多少技術も稼げるので、あーこれ結構悩ましいな。これ結構悩ましい選択ですね、僕の中で。120いったら100点だったんですけどね、これで。でも今かなり量を集めたので、まあそういったところで、あとは金徳2個来いっていうのは思うんですね。はい、よしよしよし。じゃあ敏将かなり稼がないと今後。よし、ということで、ちょっとわかんないな。今のところ現状、どんな感じのポイントバランスかが見えてこないですね、まだ。どうなんでしょう。いい感じかな。金徳がたくさん来ると余計難しくなるっていうのもありますよね。120ね、最近、たまにいけない時もあるからな。今回なんかいい感じ進んでると思うんだけど、120いけるかな。筋力またバカきたな。やばいな。まあ、やばいことはない。別にそこ余っても。これ今回そうだなでいいんじゃないか。攻めようか。失敗。まあまあまあいいでしょ。さあ、監督評価も怖いですし、そこ行ってもいいかな。船積みタックまでも考えていかないといけないな。でも今回は船積みはいけそうだけどな。はい、よっしゃ、まあ、一応他も見るけど基本ここっすね。はい、うん、整いそうな気がする。バランス、まあ、筋力も S とかまで上げられるし。でも破りはもう取りましょうか。これはさあ、合同進む、合同進む。ポイントが美味しい。これもまた難しいですね。これはポイント取ろうかな。ポイント&ラブパを取ろうかな。上限アップは必ずやろうと思っています。5つではないので4つプラス106。まあでもそれがいいと思う。今の僕だとこれがいいと思うんですけどね。デッキいろいろ考えると。あー、ちょっとごめんなさい。破りはどうだろう。取るしかないか。いやー、技術が足りてないな。技術が足りてないな。なおニートがちょっと厳しそう。これもいきますね。ただ、うん、メカニクス潰れていいですし、春英行きたい。さあ、太平楽春英、オッケー。太平楽春英でもうなんとかしよう。さあ、105。ワンチャン春英捨てる。まである。ある。120行くなら。120行くな。これはもう行っとこう。あ、こういうのなんすよね。うわ、こういうのなんすよ、マジで。あ、でもダンジョンが多分いけそうな気がする。ダンジョンが同じだから、波動ダンジョンで。てか、ダンジョンまでいけるか、これ。時間間に合わないか。でも120捨てるっていう選択肢は絶対ないよね。こういう難しいところですよね。あと、技術。精神はバカ余りする。これだから補給上限アップできるな。となると、例えば、彼女をユニフォームサガラに変えるっていう作戦がありますよね。まあ、一応ちょっとこれはやりすぎなので65で止めておきますが、まあでも間違いなくそこまでいけるなっていう感じしますね、これ。
まあこれはしゃあない、まあ、120% というのはやらないといけないこと、必ずやらないといけないことの一つなので。あーただこれ無理だな多分。強制出航しちゃうな。うわ技術が足んないな。そうなるとダンジョン今行きて、まあもうこいつにかけるか。金丸だったっけ。金丸はダイヤのエースですね。金原ですね。あーもうまずいまずい、精神あふれるよこれで。ハゲタカも来たということで、まあ金徳はしっかり全部取れましたね。はい、さっき補給をもちろん上げておけばよかったなと思っていますが、まあいいです、どちらにせよ余ります、必ずそこはもう。ということで精神ポイントをバカほど使うものを先に抑えてあげてもいいと思うんですが、精神ポイントだけ使うような得のはまだ残っていますかね。一発逆転は取るべきですねこれ、ポイントバランス的に。おそらくいやー補給上限だったな今回は。いや補給上限ありやなこれマジで。チャンスもう20丸まで、技術がしんどいけどしちゃおう。これはとは本当にミートを上げられるかどうかだろう。多分敏将はいけそうなっていうね。こういうのも何回もやってポイントバランスがはまった時にとんでもない選手ができるというおそらく感じかなと思います。監督評価大丈夫かな。まあ監督評価は正直大暇ないっすね。でまさかのパワージュース使わないっていう、使うタイミングないぞこれは。まずい、監督追っておくかこのタイミングで。どこも正直練習は美味しくないので、まあ合同練習も進むし、一応金払っていきますか。うん、合同練習2人進むだけでめちゃめちゃ美味しいかなと思います。よし監督評価いけた、ギリ間に合う、これギリ間に合わないか。うーわ1週間間に合わねえか、くっそ。いや1週間間に合って新鋭にもう1回いければ100点だった。いやーと考えるとあれの分かなって結局なっちゃうんだよな。サボり癖の分かってなるんだよな。まあここ体力回復はできるのでやりつついきましょう。いやでもまだ分かんないよ、まだ分かんない、受けるかもしんないから最後まで諦めるなと。ソニアって得のはチャンス持ってるのか。でもまあここは潰しといてよかった。一層かな、精神ポイントがバカあふれなので今。ここが来てるのでいりませんと。チャンス10だけでもめちゃめちゃ嬉しいな。あよしもう技術いきましょうこれは。はい、横の筋力がめっちゃ美味しいですけど、カロリーバーじゃん、パワージュースでもパワースナックでも何でもなかった嘘をつくなと。あしかも経験点的にも非常にいいじゃんこれ、ナイス。まあ、こっちめっちゃ美味しいですけどね。これいけたかもしんない、この練習もう一回来い、そういうレベルのやつが。まあ行くでしょう、まあ行くでしょう。あーでも待てよ、デート5回っていうのと考えると、デート5回の方が美味しいかな。いやでも上限解放してないからデート4回でいいか、これ言ってデート4回でいいか。うん、これ経験点的には100以上デートでこんな入んないだろ多分。あと積載率も上がるし、で緑が1番になって青があれで、よしそういう計算でいこう。でまた溢れそうなので、はい、さあどうだ。敏将が足りねえな、敏将が足りねえな、うわー
技術ナイス、敏捷ナイス。うわ、あと敏捷だ、敏捷だったか、敏捷だったかっていう感じだな、これ敏捷だな。あと技術いけたな、逆に精神敏捷に変えたいですね、これ今。うわ、惜しい、惜しいのか何なのか分かんないけど、いや、まだいけるかもしんない。諦めるな、最後まで。まあでもやっぱり来てる金徳に関しては取っていかないといけないので、はい、かく乱とかは無理だな。総力バーストがいっちゃ無理か。まあちょっと考えるか、そこはいろいろ。いや、まだまだいけるでしょ。よし、行きましょう。いや、でも間違いなく今までのサクセスの中で一番いい動画になってるかなと思います、このフリート高校史上。難しいね。さあ、ちょっと、おっとっとっと、今前回の動画のコメントを見ようと思ったらストライクを投げられてしまった。ちょっと恥ずかしい。よし、これね、個人的にこのキラキラしたのはね、あまり好きではないです。打ちにくいっす。かっこいいけどちょっと集中力が途切れるっす、これ。フリート今まで野手作ってて負けたことはないんですけど、たまに負けかけるときありますよね。いや、これいけるだろう、別に。いけるぞ、いけるぞ。まだいけないとか言っちゃいけない、段階的には多分。もうこれは、デートしか選択肢がないので、とにかくデートをしましょう。さあ、どうでしょう。まあ、少なくともこの来てるところを全部取るっていうのはちょっと不可能になりましたね。はい、何かは捨てないといけない感じにはなっちゃうと思うんですが、補給上限アップ考えてもいいな。だから守備106を崩してマリナ抜ける。まあそうですね、本当は自分で王子最強持ってればね、最強王子最強に変えて、まあ彼女の佐川でもいいです。まあそしたらそのままかな。難しいな、もうね、選択肢がないんですよ、これ以上。あとはもうマイオンっていう選択肢しかなくなるっす。マイオンにすると例えばどういったものができるかというと、まあカンパチを入れたりとかして、あとカンパチがもうちょっと上限解放を進めるか、進めばミート106っていう、それが本当一番強いんですよ、僕は考えられる中で。マイオンミート106デッキっていうのがあるんですけど、それで告白さえ間に合ってマイオンのイベントが全部来れば、まあおそらく一番強いだろうなと。ただそれはまだカンパチが、覚醒的にミートの上限アップ1しか持っていないので、もう1個上げるないといけないんですね。もう1個っていくつは必要なんだと、あとレベルがというところがわからないんですが、おそらくかなり大変なことだと思います。覚醒のアイテムがありません。覚醒システムならどうにか変えてほしいな。これはねきついよ、さすがに今の覚醒システム。まあ取らないといけないものは取って、総力なんとかだけ微妙。じゃあもうこれは敏捷いくでしょ。いや、敏捷が足りてないでしょ多分。はい、立て足敏捷くれ、いっぱい持ってるな。よし、いいぞ、立て足ナイスすぎるぞ今のは。もうここまで来たから正直敏捷もしっかりな、総力もやっぱり上げたいな、101行きたいな、101行ってたお話でしょ。
上限アップできてあと筋トレが何個取れるかという話だと思っているので、まあ今練習の段階というのも含めてそこを上げようかな。もうでこれはいける気がするな。上げる。走力は絶対101にする。上限アップだけは守った上で筋トレ何個取れるかと。練習としてはそんな感じでいきましょう。まあただ間違いなく言えるのはセンスがあれば全部 100% 今回だといけると思うので、これ天丸来たらめちゃめちゃ強いデッキなんじゃないかなというのは、天丸と言わず天才の入部届で天才来てくれただけで、まあ今回また名前を忘れちゃったんですけど、パワージュース、パワースナック、パワーじゃなかったんだよな、何だったっけな、カロリーバーね、まあ、1回しか使ってないというのもありますし、十分そこを天才の入部届に変えた使用ができるデッキなのかなとは思っています。あとはもう僕の立ち回り練習次第かな。でも筋力はね、これくらいは稼がないとパワー B にすらいかないですし、まあ、稼ぎすぎでは今回は少なくともないですよね。まあ稼ぎすぎなのがやはりまあ精神ポイントだったと。でも結構いろいろねやったんですけど、精神ポイントは毎回これくらい稼げちゃうんで、やっぱり補給の上限アップをした方がいいのかななんて思ったら、パープルの日に王子最強を引いて今の最強壊してやろうかな。もうでも今の最強は今の最強で多分強いっすよね。これから多分使い分けなんだよな。こういうね、悩みがあったりもしますが、はい、ごめんなさい、やっぱりちょっと銀賞置いとこう。わからない、まだどうなるのか。ただ走力バーストと走力上限がいけないということだけはわかります、なんとなく。フリートリードで迎える1回です。ワンアウトランナー一塁という場面。うわー、騙された。初球を打った。セカンド左抜けた。浜岡。そうだな、北斗この騙し球があったんだな確か。リードで迎える3回です。バッターは浜岡。投げた。北斗は僕の1年ぶりに戦うのはこいつ。ここで構え、あららららら、違うか。なんだったかな、北斗はね、ちょっと左下ぐらいに構えとけ、とりあえず全部打てるみたいな記憶あるんですけど、やばいやばい、ホームラン打たないと。リードで迎える5回です。ノーアウトランナー一塁という場面。フォークだけは捨てて、基本的に構えとけば、まあストレートは分かるからそこから合わせて、こんな感じか。ちょっと下目で構えるか、でツーシームにも対応できるようにと。カットボールはまあちょっと下目打っときゃ、大体パワーが高ければホームランになるよと。 OK、 そんな感じだ多分。よし、間違いなくいい流れになってきたというところはある。まあもう使わなくてもいいんですけど、なんとなく使いますね。まあこれも行きましょう。精神、このデッキに限って言うなら精神ポイントこんなにどう考えてもいらないな、もったいないな。これだったら補給上限アップしないともったいないですよね、こんなあるなら。うわー微妙、それはいけなくないけどね、いけなくはないけど、金徳は絶対取れないですね。そしたらまあセンスあれば問題解決や。よし、うん、でも僕が作ってきた中ではいい査定の方にはなるかなと思います。まあてかあれか、ミヤビが成功したから変な心配事が言ってくれたんだっていうね。うん、違うか、ミヤビ、ちょっと待って、なんか勘違いしてる。今一度ちょっとミヤビのですねことを確かめますと、はい、僕が今使ってるのは野球マンのミヤビというキャラクターですかね。はい、金徳総力バースト確定、ごめんなさい、全然違う話をしていたと。何の話をしていたかというと、総力バーストは来るんだけれども、総力ブーストもくれたのでむしろ成功しないとやばいってやつ。はい、ごめんなさい、金徳2個キャラクターではないです。何か勘違いを今頭の中でしていましたと。まあなのでその金徳は取る前提でもちろんいかないといけないですね。じゃないと金徳減らしですよね。この回のトップバッターは浜岡、今日2打点。騙された。これストレート確定。投げた。このストレートは本当に飛びません。さあ勝ち越しのチャンス。
スを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で浜岡、緊迫した場面が続きます。第2球投げました。でもいいな、この流れでいい。まあ補給のことだけ本当に今一度考えないといけないと思うけど、やっぱり天才の入部届けをいずれ使おうと思っているので、それを見越して考えるとこの流れでいいと思うんだな。ただどう考えてもな、どう考えても精神ポイント邪魔だよな。どう立ち回りでそれをどう敏捷とかにしていくか、もしくはもっと敏捷を取ることを意識していくのであれば、もっと青紫色の方向に行くべきだったと。ということで、まあ経験点非常に素晴らしいですよね。あー危ない危ない危ない。で、おい、いけるんちゃうかな。いけないか、いけないということで総力諦めます。くっそー、総力ただ諦めればめちゃめちゃいろいろなものも取れますね。これ悔しいな、これ。それさえただ諦めちゃえばめっちゃ強いぞ。惜しい、本当にあとちょっと敏捷でしたね。なので、はい、ただどう考えてもやっぱ精神が敏捷でしたね。本当にそれで完璧になるサクセスだったなと思います。はい、精神が敏捷で100点のサクセスかなと。いうふうには思いますね、これ。本当なのか、本当にこのパワー上げた方がいいんじゃないか。惜しいな、なんか総力 A はいけそうだけど、まあいっか。まあということで、これちょうど本当に補給を上限アップしたいですね。ちょうど補給を上限アップしたいな。そしたら完璧だな。ここがこっちだったら完璧だったっすね。はい、惜しい、非常に惜しい。でもいいサクセスにはなったと思います。うん、これがだからあと上限1個上げてと。いやでも絶対センスが来ればいけるので、そこはいいんですけど、やっぱり精神ポイントこんな余らせると非常にもったいないということで、今回はここで終わるんじゃなくて、ちょっとこの後まだデッキ考察まで行ってやろうと。補給の上限アップはやっぱ入れた方がいいな、デッキに。となるとフレンドさんに王子の佐伯さんをお借りするか、自分で、まあ、彼女を連れていくかと。おお、ネモ大先生ありがとうございます。はい、ネモ大先生が今王子の佐伯さん50をリーダーにしてらっしゃいますと。まあこちらをお借りすると、ただ自分のこの強いね佐伯はいなくなっちゃうので、そうですね、佐伯僕の後イベのキャラの中でいっちゃん強いですからね。はい、ちなみに相良に関しては前兵でしたっけ、確か前兵のような記憶があるんですが、なので彼女を入れ替えというところで言うと、そのまま素直にできるのかなと思います。まあ特に今僕がこの、まあ、新高校ということでいろいろと合う部分はあるんですけど、37ですからね、それが50になるということを考えると、単純にまあ守備106デッキじゃなくなりますけど、ちょっとこれ守備106デッキなので置いといて、いろいろとなんか考えてるんだな、いろいろと考えてるんだなというのが分かるこのデッキの名前ですが、深夜にね3時間ぐらい考えたんですよね、僕も。何がいいのかな、あれがいいのかなって。で今回がとりあえず一番良さそうということでね、ひとまず作ったんですけど、何回かやってやっぱり毎回補給の余りが気になるっていうのは、もう補給が余るんだよ。だからもうここは変えましょう、変えてまた明日やってみましょうというところなんですけど、明日になるか分かりませんが次回やってみましょうというところで、ユニフォームサガラにする、まず。で、まあ、縦橋はやっぱりね、現状必須かなと思っていますと。はい。で、まあ、僕は肩、唯一上限アップできるのが沖野なので、まあ、そういったところでも沖野も、まあ、僕の中ではいるのかなと思いますと。で、沖野を使うんだったらやっぱり、アーティストというところで、最近手に入れて、まあ、強い赤ソニーを使ってあげましょうと。はい。で、ラスト1枠は、やっぱり僕の後イベキャラの中では一番強い佐伯を入れて、
フレンドさんには、みやびをお借りして106か。そしたら補給、走力、肩、補給、走力、肩、守備、ミート、補給、走力、肩、守備、守備、ミートで5上限アップ、パワー以外の上限アップデッキ。あ、それでいっか。これで前後も合うな。これでいっか。これだな。これだな、多分。これで、もっと、いやでもパワーが C 止まりになるぞ、さすがに。盆栽でやると。パワー C までしか上げられない気がするな。まあ、しゃあないか、それは。で、補給はとりあえずさばける。で、今回の流れでもうちょい敏捷稼げれば、上限アップ5ついけても、金徳もしっかり取れると。金徳被ってないな。被ってないな。はい。これだな、これで、王子佐伯だな。王子、ごめんなさい。野球マン、みやびですね。僕の手持ちだと。これっすね。多分。おそらく。メイビー。ということで、次回ちょっとこんなデッキで、行ってみましょうか。はい。いやー、サクセスの奥は深いっすね。奥は深い。非常に楽しい。非常に楽しいということで、いいですね。秋ゲーム TV サクセス、本気復活でございました。ということで、ちょっとこの夏休み中にね、僕もサクセスの腕も上げていきます。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。